えーペルドーも、ペルドーいたしまして、しょうもな、大チャンネルです。えーということでね、今現在、ワールドベースボールクラシック2023が、えー、すごい盛り上がりを見せておりまして、日本だけでなく、台湾だったりとかね、アメリカだったりとかでも大盛り上がりしているんですけれども、先日までね、まあ我が侍ジャパンは1次ラウンドね、全勝で、準々決勝進出、予選リーグはね、1位通過したわけなんですけれども、 え、これ、つい昨日の話ですね。え、3月13日、え、私、大チャンネル、あの、B モレルさんと一緒に、あの、チェコ対オーストラリアをね、はい、観戦しに行ったんですよ。夜からはね、あの、中国対韓国の試合がありまして、それもね、観戦させてもらったんですけれども、そこでね、まあ、モレルさんの動画でも載ってたんですけど、え、テレビの取材を受けまして、はい。まあ、あの、毎週ね、あの、月曜日から金曜日の平日の朝方にやっている、TBS 系列の、 ザ・タイムっていう、はい、番組なんですけどえ、そこの番組のね、取材を東京ドームで受けまして、はい、まあ、モレルさんの動画にもね、載っていましたね、これね。結構、に姿勢っていうのが、うん、もうやっぱり、 はい、まあ、初の WBC っていうところもあるんですけど、まあ、チェコとかは野球に関してあんまり知らなか、よく知らなかったんですけど、あれを見てちょっと、今日は応援しようっていう気持ちに改めてなりました。はい、っていう感じだったんですけれども、まあそこでね、取材をされた時に、まあ明日の朝7時か8時ぐらいに放送されると思いますんで、 えー、そういう風に言われまして、あーちょっと見てみようかなー、もしかしたら使われるかな、っていう感じのね、あの気持ちでいたんですけども。で、それで、まあ、一位上げてね、まあ今日の話になるんですけど、こっから。まあ僕、普通に朝9時ぐらいに起きたんですよ。まあそれ録画してたんで、それ朝9時ぐらいに起きて、よし、じゃあちょっとザタイムチェックしてみようかな、と思ったら、えー、まさかの録画できてないっていう。はい。まず。 まずそこです。で、それで、ああ、見れねえな、どうやって確認しようかな、と思ったら、それでインスタ見たら、大量の DM が来ていまして、あの、視聴者の方だけでなくて、あの、同じ学校の友達だったりとかも DM が来てまして、お前、テレビ映ってたぞえっていう DM もあれば、お前映ってたけど、2秒しか映ってねえっていう DM もありました。 2秒なんてことあるだって結構俺長い時間取材されましたよ。多分5分、感覚では5分ぐらいの取材で2秒しか使われないなんてことある あの、どういった形のインタビューだったんでしょうかっていうことを話しますと、僕とモレルさんなんかチェコの国旗をここに書いて、あの、歩いてたじゃないですか。で、まあ、それについてまず聞かれたっていうことですね。はい、あの、チェコを応援するっていうことで、まあ、どういった形で応援をしたいと思ったんですかみたいな感じで聞かれたことと、あとこの1次リーグ、WBC、侍ジャパンの1次リーグを見て、あの、ここが一番すごかったっていう名場面を一つ選んでくださいみたいな。で、そういったところで、まあ、僕は大谷翔平選手のね、まあ、オーストラリア戦のホー ホームランをね選んだんですけれどもそれが二秒しか使われないまあ使っていただいただけでねあの僕は本当感謝なんですけれどもその二秒のシーンをご覧いただきましょう日本の宝ですね自分の看板にまた当てるっていうこんだけあのねこの僕の前の方もねあのインタビューされてたんですけれども結構使われてるんですよねで僕は二秒こ、うん、れ TBS に恨まれてっか俺 TBS 薬病神ですかこれ。 いやいや、そんなことないよな。使っていただいてるだけ、これ薬病神ではないですよね。で、まあ結論から言いますとですね、えー、テレビに出演いたしました。はい。まあこれあの、僕としては結構初めての出来事というところでですね、非常にこれ嬉しい限りでございます。まあ、モレルさんなんかはね、去年仙台行った時だったりとかも何回もね、取材受けたかと思いますが、僕に関しては初めてだったんで、まあこれ非常にね、あの、今後の人生でもね、あの、いい経験になったというふうに思います。はい。で、ほんとね、TBS のザ・タイムの関係者の皆さん使っていただいてありがとうございます。で、 モレルさん使われなかったんですよ。多分。まあ、モレルさんももし使われてたところがあったとしたら、その、まあ、モレルさんの方にね、あの DM とか届いてるかと思うんですけれども、僕にもらったね、DM とか見てると多分、モレルさん使われてないんですよ。はい。で、ま、あ使われてないんですけど、えー、映ってるところはありました。はい。えーっと、この場面ですね。はい。写真ちょっと出ていますが、ファンが選ぶなんかファインプレイ集、第1位は、みたいなところの、第1位の横ら辺にちょっとあの、モレルさんいるんですよね。 はい。結論、あの、映ってるは映ってました。はい。えー、という感じで、えちょっとね、ま、テレビの取材を受けましたという、えちょっとしたご報告だったんですけれども、ま、ね、本当に、お前映ってたぞ、みたいなね、そういう DM くれた方、え当にありがとうございました。えまだまだね、え WBC 続きますけれども、えまたね、あの、取材等ありましたら、僕も積極的にね、この WBC 盛り上げていきたいというふうに思ってますんで、えもっと積極的に、えカメラに近づきたいと思います。はい。えー、ということで、サムライ、ファイティン